ニコラ・トゥサン・シャルレは、フランスの画家、版画家である。フランス革命戦争で亡くなった兵士の息子で、18世紀、初めの戦争に関わる絵画、版画を描いた。パリで生まれた。父親は、フランス革命に、サンブル・エ・ミューズ連隊に兵士として加わり、シャルレが6歳であった1798年9月に戦死した。父親の故郷で十分な教育を受けることなく、育てられ、パリで役人になり、新兵検査の仕事などをしていたが、フランス復興世の時代になった1816年に仕事を失った。ジャック・ルイ・ダビッドの弟子たちを継承していたアントワーヌ・ジャングロの工房に1817年に入った。版画作品が人気になり、水彩画や素描きでも人気を得るようになった。当時の人々の記憶に新しいフランス革命やナポレオン戦争時代の人々を描いてフランス人の共感を得て多くの版画集を出版した。1838年にエコールポリテクニークの教授に任命され、漫画家のアメデ・ドノエラがシャルレの教室で学んだ。ありがとうございます。